今夜お届けするのはふんわり系女性ラッパーです。聞いたことないです、このふんわり系女性ラッパー。 Who's that girl? ということでスタジオにお迎えしております。それではゲストの皆さん一言ずつマイクに向かってご挨拶を。 Yo 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 introduce yourself come on yo、はい、コップと申します。普通コップです。ラッパーのコップです。ラッパーのコップさんね、はい、あの装いも普通の女子な感じでございまして、かなと思います。よろしくお願いします。コップさんのお隣、はい、お二人いらっしゃいます。はい、YIM です。 YIM です。 YIM、はい、YIM の何さん。オミールと言います。オミールさん、はい、と、まあ、自分で言うのもあれですが、アスちゃんです。アスちゃん、はい、自分で言っていいじゃないですか。なんて控えめなね、ふんわり系ラッパーでございます。先ほどあのスタジオに入ってきた時にですね、あの一緒にいたあの迷彩のジャケット着てるあのレーベルの担当の方の方がラッパーっぽかったですね。ただ女子ラッパーとか男性ってことはないなと思ったんですけど、確かに意外と皆さんこう普通のいでたちでいらっしゃいましたと思いますですよね、はい、さあ私の方からちょっとプロフィールをねご紹介させていただきますと、はい、コップさん、はい、2008年にファーストフルアルバムストーリーテラーをリリース。ごく普通の女子が正統派ラッパーとして実力で勝負するというスタイルで注目を集め、現在はワオ人妻と、はい、人妻です。人妻ということで、はい、じゃあ持ち帰ったら、はい、あなたご飯にする、お風呂にする、それともっていう人妻の。それですね。人妻歴何年でも1年ぐらいですね。じゃあまだ、はい、ほやほやの。そうですね、結構リリックに中には、はい、そういうこうこうちょっとこう人妻目線でのこうみたいなの。最近書く曲はやっぱり徐々にそういう目線も増えてきてますね。そういうものも出てくる、はい、っていうことなんですね、はいはいはい、そして YIM さんね、オミールさんとアスちゃんから、おしゃべりガールズヒップホップユニットということで、結成当時は知人宅の台所でしゃもじをマイクに見立て、あ、ちょっとラップの真似事をするところから始まったスタイルだったんですね。そうですね、はい、で気づけばライブイベントに出演するなど徐々に活動本格派。好きな動物は共にハシビロコウっていうことなんですけど、ハシビロコウって何ですか。鳥です。鳥でっかい、でっかい、動かない鳥です。動かない大きい鳥。全然動かない。何色ですか。グレーです。グレー。多分今ハシビロコウみんなウィキってると思うんですけど検索してると思うんですけど、はい、でっかくてグレーで動かなくて、たまに泣いたりするんですか。いや泣きもしないです。動かないんです。動かない。動かざることハシビコウのことしみたいな、ハシビロコウのことしがたまたま2人好きだったんですか。それとも2人好き、そもそもどういう関係だったんですか、お二人は。そもそも高校時代の友人でして、はい、じゃあもうそれなりにこう ね、お互いそういう時間を過ごした仲間でありというところで、はい、おしゃもじからスタートしてマイクを握りと、はい、いいですね。YIM のお二人はラッパーでありながら実は本業をお持ちということなんですけど、何をやってらっしゃるんですか。あ、私は、はい、アスちゃん動物園で働いています。なぬ動物園。はい、動物園で担当がハシビロコウ。あ、全然動物の相手はしてないですね。あ、え、ちょっと待ってください。動物園なのに人事ってことですか。あ、違います。あのチケットを行ったり案内をしてたり、案内をされてたりとか。でもあの普段は動物に囲まれてる生活をされてると。いや、あまり囲まれてない。あまり囲まれてないけど動物園ってそうです、ね、すいません話膨らまそうなのでこの辺にしてもらったら、お仕事はお昼間、ね、動物園で動物園で別にされてるってことですよね、はい、す好きな動物はハシビロコウ。ハシビロコウですよね、はいはい、そして、オミールさんは。はい、私は、普段は出版社で働いてます。わっぽいわ。ぽいですぽい。結構あの出版関連の方とお仕事をいろいろさせていただくのもあるんで、はい、なんとなく雰囲気的に。あ、本当ですか。なんとなくです。なんとなく対はないです。特に大きい意味は。はい、ということでございます。ね。で、職場の方はそのラッパーだっていうことを知ってるんですかね、コップさん。私今主婦なんであれなんですけど、ね、はい。主婦の周りでってことですか。いやいや、あ、そうかそうか、はい、そうか、今お仕事ね、はい、主婦の周りで、うーん、聞かれれば全然答えるっていう感じなんですけど自分からラップしてるんだよねみたいなことは。でもアルバム出してるし、うん、ねえねえ、あそこの奥さんラップやってるらしいわよ的な。言われてるかもしれないですね、もしかしたら。ひょっとしたらね、はい、そうかそうか、はい、今はね、はい、そうですね。あのお二人はごく身近な、ごく身近な、自分の周りのデスクの人だけは
ちょっと知ってるっていう、そんなにあの大きくオープンに伝えるっていうわけではないということなんですね、はい、コップさんは、はい、その、はい、人妻になられる前は、うん、まあ、はい、ご結婚される前は何をなさってる、はい、は会社の受付の秘書課の受付に秘書課の受付ど、どっちかというと喋るって言えば喋りますけど、はい、そんなにこう自己主張が、はい、そうですね、あってそんなにババーって喋るっていうわけでもないですね。いらっしゃいませとか言ってました。コップさんはなんでラップに行ったんですか？もう10代の頃からずっとラップが、10代の頃からラップ好きでって、ただそれまあ普通に考えてなんか周りの環境ラッパー近かったっていう感じですよね、じゃないと。いや、友達にラッパーとか全然いなくて、全然全く全然いなかったです。あ、でもちょっとした悪い人とかはいましたけど、ちょっと待ってください。あのランパイコール悪いってイメージです。ちょっと、はい、エリアで言ったらどの辺ですか？エリアは下町足立エリア。そこ出身なんで。竹の塚ウェッサイ。竹の塚です。竹の塚。竹の塚、はい、わあ、だった、竹の塚ウェッサイ。竹の塚です。なるほどね、はい。竹の塚が悪いって言ってるわけではないので、語弊がないように一つよろしくお願いします。私も友達にもね、はい、竹の塚ヒップホップストリートみたいな友達がおりますので、はい、なんとなく言ってみただけで、はい。あ、そうですか。じゃあでなんでラップに興味をこう持ったんですか？ラップに興味は最初はたまたま聞いていたラジオから。気になる。たまたま聞いていたラジオは JAV ですか？違うかだけ言ってください。多分そうだと思うんですけど、多分 JAV 、はい、でアーティスト的にはどんなラッパーが好きなんですか？例えば、あ、とその時流れてたのは、ね、1999年に発売されているもので、wow! A+ っていう方の、あ、 A+ プラスの、はい、Enjoy Yourself っていう、Enjoy Yourself でしょ。あ、まさにこれでベートーベンの、Yes Yes Yes ですよね。これがたまたま流れていて、ね、なんかすごい無性に気になって、うわ A プラス J ウェーブで流れるかおい多分ソウルトレーンとかですかね、深夜の番組で。たまたまだったんですけど、ね、それで気になったりとか、まあ、あとは街中でたまたま流れているラップが妙に気になったりとかして。なるほどね。これなんかジャクソン5の実はネタを使ってたりとかするね、ヒップホップなんですけど、わーわーわー、アルバム買いに行ったりとか。うわー、でも嬉しいですね。僕なんかワッサーって格好じゃない感じの女子がこうヒップホップ聞いてくるのすごい嬉しいんで、その感じの装いで、ね、A プラス買いに行ってくれたらもう本当にあの点数 A プラス上げたいって感じ、ね、ありがとうございます。なるほど、わかりました。なんとなくちょっとふんわりが見えてきた、はい、あの隠れストリートな感じが、ね、するんですけど、はい、1曲をお届けした後はじゃあふんわり系女性ラッパーがラップに目覚めた瞬間ね、さらに迫っていきたいと思います。ではここで1曲、そんな YIM の曲をお届けしようと思いますが、何いきましょうか？クラス A で、はい、いきましょうか。じゃあちょっとラッパーですから、ちょっと曲紹介バッチリ決めてください、はい、お願いします、はい、YIM でクラス A フューチャリング小中ビッチ、お願いします。お願いします。だけどなんかあのふんわり系なのにそういう端的な言葉だけビッチとか使ってない取ってつけたかのような、そんな。これ私たちの友達です。あ、そうなんです。あ、そうなんです。なるほど。あ、でもあれですね、この曲はそんなにちょっとふんわりはしてないですね。そのトラック自体はあれなんで。かっこいいじゃないですか。もともとどういう、 こうラッパーが好きとかってそういうのあるんですか？一応、特にこのラッパーが好きっていうのはないんですよね。はい、好きで聞いたヒップホップとかあったとか、と言われてもパッと思いつかないですね。すごいな、なのにこの世界観が出るってすごいですね。でもこれを作っ、トラックを作ってもらうときは不良っぽくしてくださいって言いました。そのトラックメーカーに、はい、不良っぽいトラックを作ってください。なるほど、そのトラックメーカーもちょっとこういう感じですよ。全然おじさんです。おじさんおじさんおじさんですね。おじさん結構いいテイストしてんな。あの面影ラッキーホールっていうバンドがあるんですけど、その初代初期メンバ ー, 初期メンバー。すいません、あの、うん、おじさんっていくつぐらいですか？45とか。鳥年で鳥年鳥年。まあ、それよりか若いからいいけど。大丈夫です。もうこれは帰りのちょっと帰りの毛利庭園で飲んでから帰りたい。皆さん45はもうおじさんってことですからね。45どこの話じゃないですか、ね。40いったらおじさん。なるほど、おじさんいいテイストしてますね。はい、はい、
おじさん絶対ファンクドゥビーストとか好きだったはずです、うん、聞いてみます。おじさんがもし覚えてたらおじさんがかっこいいじゃないですか。これあのレコーディングするときは2人いっぺんにスタジオに入ってやるんですか。3人いっぺんに、はい、撮りました。3人、あ、そうか、あ、この時はもう1人の、はい、ビビビビビビビ焼酎ビッチ、焼酎ビッチ、はい、焼酎ビッチっていいっすよね。あの焼酎をビチビチ飲むんです。あ、焼酎が好きでたまらない方のビッチじゃなくて、そのいや、ビチビチビヨンビチビチ、それ言いましょうね。ビチビチじゃなくてビチビチ、ね、ビチビチ飲む、チビチビじゃないんですビチビチ、ビチビチだからもっと浴びてる感じなんですね。そうです、うん。うわ、かっこいいじゃないですか。YIM、 すいません、タイトル忘れたんでお願いします。クラス A です。クラス A、 クラス A フィーチャリング焼酎ビッチ、はい、これちょっとその焼酎ビッチさんは焼酎をこうビチビチ、はい、ビチビチ、すいません、ビチビチってどういう擬音ですか。こうチビチビじゃない、ビチ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 、あ、もうちょっと煽る方、煽っちゃう感じ、はい、かっこいいじゃないですか。いやいや、なんかそんなふんわり系ラッパーっていう言うんで、あんまりその、特に好きで聞いたラップもないっすみたいな言う割には結構 90s アンダーグラウンドっぽいテイストですよね。焼酎ビチビチ飲む焼酎ビチちゃんは5歳児のママです。ママ、はい、でさっき聞いたところでトラック作ってるのはおじさんだって言われてね40代のおじさんだってちょっと傷つきましたけど、ね、はい、ということでございまして、今夜のハローワールドゲストはコップさん、そして YIM のお二人をゲストにお迎えしております。でここではですね、ふんわり系女性ラッパーが、まあ、ラップに目覚めた瞬間に、フォーカスしていきたいと思いますけど、まあ、先ほどコップさんはね、もう A プラスがあって、はいはい、周りは悪いやつはだいたい友達あと竹の塚みたいな環境だったとね、はい、でもあんまりなんかそういう雰囲気ないですよね。全然ずっとこんな感じだったと思います、ね、でもいるんですよね、あの昔から中学校時代の友達が、はい、あの普通のやつだったのがたまたまにラッパーになっちゃったから、はい、なんかそういう中に私一人いて周りから浮いてるように見えるけど別に昔からの付き合いですっていうところでラップに触れたみたいな、そういう感じですか。でも地元のラッパーとか全然知り合いなくて、あ、そうなんすか、一匹狼みたいな感じで一匹狼、なんか渋谷とか一匹袋とか、はい、新宿とかも夜な夜な繰り出してラップを求めに行くみたいな感じで、あ、でも、あ、そうか、でもその A プラスきっかけで、はい、ラップへのそのなんかこう目覚めっていうか、はい、そういうのがあったっていう、うん、そうですね。あとは竹の塚、その地元で踊っているダンサーさんがライブ出るって言って、なるほどなるほど、行ったらすっごいゴリゴリのヒップホップイベントだったりとかして、なるほどなるほど、それは渋谷とかで、渋谷とかで、ね、そうですね、大きいところでブエノブエノ、まあいいや、どっちかっていうとじゃあラッパーから近寄ってった、うん、近づいてったってよりも、うん、ダンサーさんとかそういうお付き合いの方がいろんなきっかけからあって、公演とかね、いろんなところで踊ってたりとかするダンサーさんとか、あ、そうですね、そういう人がたまたまちょっと有名な方だったみたいで大きなイベントに行って出てて、はい、意外とつながっちゃいそうなんであえてそこまで掘らないですけど、まあそういうきっかけがあったってことですね、そうですね、はい、全然とってもねナチュラルな感じで、ヒップホップって言わないと思う、なんか全然そういう感じはないじゃない、でもラップを、はい、ラップを追い求めていった、そうですね、はい、ですね、はい、分かりました。お二人はいかがだったんですか。ラップ目覚めたきっかけってその誰かの曲を聴いてとかではなく環境がそうさせたんで、その環境聞きたい。でもさっき聞いてる限りで台所おしゃもじっていうところです。その時はちょっとこうノリでふざけてやってる、そう、なんかもう鬱憤が溜まってた時期があって二人で、その時のがラップにそのまま、ああ、ちょっと吐き出しが、そうそう、吐き出しでね、台所でネギ刻む代わりにライム刻んだみたいな感じですね。うまい、意外といけるんちゃうとまさしく。それ何年ぐらい前なんですか。2年前、ね、その時はなんか一回やっぱなんて録音してみようみたいな感じになったんですか。普通あのパソコンのガレージバンドで、はいはい、適当に撮ったやつで遊んでて、なるほどね。でもやっぱ なんていうんですかね、まあ、そういういろんな人に例えばトラックお願いしたりとかそういう前にやっぱりその身近な環境でそのガレ結構ねガレージバンドにあるいろんな例えばループ素材とかワンループ、うん、まあヒップホップ基本ワンループじゃないですか、
あれで作ってみてっていう方結構多いんですよね、うんうんうん、そういう意味ではなんかそういう環境が身近にあるっていうのも結構大事だったと思って、はい、ありますよね、はい、じゃあですね、今度はですねコップさんの1曲をお届けしたいと思いますけど、はいはい、コップさん何いきましょうか。はい、居場所という曲で。居場所、はい、じゃあちょっとあの曲紹介を、はい、お願いします。はい、コップで居場所です。お願いします。お願いします。かわいい、かわいい。コップさんは、はい、あのやっぱ竹の塚ネイチャーがトラック作ってるんですか。はい、いや全然、本当に地元は最初知り合いが全然いなくて、全くいなくて、都内に本当繰り出していろんな人とつながっていって、であの逆にビート作ってるんだっていう人を紹介してもらったり。なるほど、トラックメーカーと会って、そのクラブで実際知り合って、そっからですね。で逆に今になってラップ10年ぐらいしてるんですけど、あもうそんなにもうやってるの。そうですね、それで今頃になって地元でいっぱい知り合いができたって感じですね。その中にはコップって君だったんだみたいな、後からそういうなんか周りの反応みたいな。あでもそれもありますね。えコップ竹の塚だったんだみたいな、だったんみたいな、はい、なるほど、東京マリンのそばじゃんみたいな。そうです、もうないけど、そうです、ないですけど、西新井大師みたいな、ない、はい、そうです、はい、そういうことだったんですね、はい、あなるほど、はい、いいっすね。なんか僕なんかもね思いますけど、はい、僕もトラック作ったりとか、はい、あそうなんですね、やってるんですけど、はい、でも全然そんなにあのこんな格好してたわけでもなくみたいな、まあ、今日もこんな感じですけど、まあ、それはねあの自己表現の一つですからね、そうそういいと思います。10年ですか。そうなんです、ね、はい、まあ、A プラスって言った時点で結構、はい、90年代だなと思って。そうですね、はい、うん、なるほど、かっこいいじゃないですか。ありがとうございます。これもクラブで声かけてくれた人がトラック作ってくれて、はい、なんていう人ですか。言っても大丈夫ですか。あ大丈夫です。どうですか。偏見二郎っていう名前なんですね。やばいですよね。やばいですよね。偏見二郎ですって言われて、名刺とトラックもらって。いや自己主張あります、はい、もう一回タイトル何でしたっけ。居場所です。居場所、はい、はい、コップさんの曲でございまして、はい、居場所、はい、かっこいいじゃないですか。ありがとうございます。これトラックメーカーどんな方なんですか。偏見二郎っていう方が作ってくださってるんですけど、はい、これは竹の塚じゃなく、はい、全然違いますね。埼玉の方の方ですね。埼玉の方の方で知り合って、はいですね、はい、もう結構でもラップ10年ぐらいやってらっしゃる。そうなんです、はい、ね、いや かっこいいですよ。今なんか話してる雰囲気とまた、ありがとうございます。ちょっとあのレコーディングしてる時の横顔を見てみたい感じします。鬼のような顔してる、鬼のような今みたいなふんわりじゃないよっていうね、はい、さあ、今夜もですねコップそしてで、YIM のお二人ゲストに向かいして、ふんわり系女性ラップにフォーカスしております。少しずつちょっと見えてきました、はい、この後も引き続き皆さんからのちょっと聞いてみたいことつぶやきもお待ちしております。ハッシュタグは HW813 です。